よく撮っていただいたかと思われば、庄司浩平としてのなんか素の表情っていう部分をたくさん引き出していただいた、多くの魅力を出していただいた部分なのかなと思います。非常にこうメリハリのある顔だったりとかシーンを撮ることができたので、そこをぜひ多くの方に見ていただきたいです。このシーンなんですけど、カメラマンさんの方も上の方に登っていただいて、結構面白おかしく撮ったカットになります。すごく僕個人の中でも自然な表情ができているのかなっていう部分と、なかなか見れない画角であったりとか格好だったりするっていうので、なんかギャップの部分も感じれて、すごく面白い一枚だったのかなという部分でおすすめの一枚です。マシンセンターキラメージャーという作品に1年間出演させていただいたんですけども、そこで共演した工藤美桜さんや新庄由芽さんにもこう写真集を見ていただいて、その時にメガネのカットがすごいいいねっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、できればメガネもいいんですけど、僕も褒めていただきたいっていうところがありまして、いろんな多くのカットを見てもらって、すごくかっこいいところもギャップだったりもこれなんですけど感じることができたっていうので、すごく喜んでもらえて嬉しかったです。難しいですね。そうですね、とりあえずは60点ですかね。それはなんか出来がすごい悪かったとか赤点だっていう意味ではなくて、まだまだ始まった段階っていうので、あんまりいい点数を上げちゃうと僕のなんか成長の伸びしろっていう部分もなんか少ないように感じるので、今この仕事が始まってすぐっていうところで1年間させていただいて写真集を撮ったんですけど、その中で初々しい部分とかも残せたのは、すごくそれはポジティブにいいところなのかなと思うので、そこはいいっていうふうに思って、まだまだこれからも成長していけたらなというふうに60分します。オファーいただいた時は、僕がやってどういうふうに映るんだろうっていうところが一番心配みたいなところが多くてですね、まだやっぱりキャリアも少ない中で、いきなりスーパー戦隊の作品をやらせていただいてっていう中で、写真集なんて大きなお仕事をいただけるなんてっていう部分が多かったんですけど、実際に撮っていく中ですごく楽しかったですし、自然な表情とかもたくさんできた、自分の中でも撮っていただくっていう部分に関してステップアップできたなっていうところを感じてましたし、実際にこういうふうに出来上がったところを見てすごく感動しましたし、もちろん共演者の方も含めてですけど、友達だったり家族の方からすごくお褒めの言葉をいただいたので、すごく嬉しかったです。じゃあ僕は山口百恵さんのことはアルバム歌手だというふうに思っていまして、シングル版も非常にいいんですが、じゃあゴールデンフライトというアルバムの中でエアーメールっていう曲をお勧めさせていただきます。エアーメールということで、空港だったりとか外国に送る手紙なんですけど、海外にいる恋人の方に渡す手紙っていうテーマでちょっと書いてらっしゃって、すごく山口百恵さんの魅力だったりも聞きたくて、すごくいい曲です。昭和歌謡全体を通しては僕が言うのもすごくおこがましいんですけど、全部を語らないっていうところがいいところなのかなと思います。情景だったりとか、その時の心象のなんかすごくキャッチーな部分を取り出したりとか、なんか夕焼けのことをなんかワインこぼした空っていう表現の仕方したりですとか、すごくストレートな表現も僕は好きなんですけど、そういったなんか文学的な言葉の使い方がすごく綺麗かなって思うのが昭和歌謡のところです、はい、ですね。僕がと考えて記録させていただきました。もともと一緒に協力して作ってくださった方に、庄司さんらしいようなタイトルをつけたいですねっていうふうにお話をいただいて、それこそさっきのお話であった昭和歌謡とかにありそうなタイトルとかいろいろ考えたんですけど、すごく素直に自分の今のその時の状況を言葉にしてみたらこうだったっていう形で、ちょっとお仕事の時に携わらせていただいて、宇崎竜童さんの曲もちょっとリスペクトしながらっていう形で、最後の点に関しては
まあ、ここで終わりじゃなくてこれからも先も続いていくよっていう意味を込めて付けさせていただきました。他の男性のキャストの方の写真集を同時に見させていただいて、なんか最後に話したのがみんなでそれぞれ違う良さがあるねっていうので、小宮君のですけど、それぞれなんかかっこよさにもなんか種類があったりですとか、なんかロケ地によってもすごく映り方が違うと。なんかそれぞれみんな新しい印象をお互いのことすごく知ってるつもりだったんですけど、なんかまた新たに庄司浩平ってこういうところもあるんだ、こういう顔もあるんだっていうのを知っていた。